遠足じゃないんだぞ。彼は B 級ですので、万が一の場合でも C 級の服役者3人程度であれば抑え込むのは容易です。なのでご安心ください。少しでもか彼らは僕が責任を持って監視しますので、ご安心ください。本日のレードでは誰が先頭に立ちますか？ということですの。承知しました。それでは行きましょう。